ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今回なんとラナさんが来てます。もう有名人ですよね。いやそんなことないですよね。ありがとうございます。はい、来てますし、ラナさんが、まあ、初めましての方がたくさんいらっしゃるかもしれない、かもしれないよね、多分ないと思うなんですけど、簡単の自己紹介をしてもらっていいですか。はい、皆さんこんにちは、ラナです。ですね、一応なんだろう、ロシア人で日本に来てからそろそろ10年になります。やっぱですね、社会人していましたが最近はちょっと会社でいろいろあって、はい、無職になってしまって、ちょっといろいろ転職活動とか頑張っています。なるほどね、おめでとうございますおめでたいことがいい。すみません、これは結構イタリア人がよく言うのジョーク、仕事を辞めたらみんなおめでとうって、離婚したらおめでとうってよく言われるので、はい。今まで旅行にしたところに何かいい思い出とか、ここに行ってよかったなところとか場所ありますか。結構いろいろあります。なんか私は一人旅がすごい好きで、大体どこでも行っても必ずそちら側の、まあ、現地の人と仲良くなって、まあ、現地の人たちと遊んだりとかするので、いいね、まあ、結構いろいろあります。いいですね、なんかすごい楽しそう。楽しい、めっちゃ楽しい、はい。どこが一番良かったんですか。ですね、まあ最初に何部いいかな、ですね、まあそれは外国人の方の中では多分一番人気なところになると思いますが、そうなんですね、京都ですよね。京都、なんで京都ですか。だって一番みんな行ってるところ場所じゃないですか。そうですね、なんだろう、東京ってすごい都会で、こう、なんだろう、あんまり昔の日本を感じられないじゃないですか。ないと思うんですよね。だからやっぱりもうちょっと日本詳しく知りたいっていう気持ちがある方としては、まあなんだろう、こう京都に行ってくださいって言われて、でそこで初めて行きました。で京都に初めて行って一番、まあ、感動したっていうか、あれも、まあ、みんなさん大体そうなんですけど、桜です。なんかロマンチック、なんかロマンチック、そろそろ春ロマンチックって、あ、そうなんですね。で京都に来て初めてもう花見を、なんだろう、満喫できました、京都では。すごいトラディショナルな、トラディショナルですね。あともう実際はもっと日本長い方におすすめのところがあって、これはね、意外と日本人の方でも行ったことない人が多くて、まあ、それも場所っていう、まあ、何県っていうよりかはちょっとまあ日本の文化の話になるんですけど、温泉とかは好きですか。大好きです。そう、私もすごい温泉が好きで、で、ある日はちょっとまあ温泉って言えば冬で、まあなんだろう、雪が降ってる間になんか露天風呂に入ったりとか、それもまあ一番好きなんですけど、そうです、いろいろ調べて秋田県が出てきて、でそちらの秋田県の乳頭温泉っていうところがあって、まあすごい、まあ有名だし、なんかお湯の質とかすごい良くて、まあ肌がもちもちになるし、なんかすごいリラックスができるっていう書いてあって、あ、魅力的だねと思って一人でそこに行ったら、なんとチェックインの時にまあいろいろ温泉とかお風呂はどこにあるとかいろいろ説明されたんですけど、うちの温泉は完全に混浴です。どういう意味。混浴はね、男性と女性は一緒なんですが、全裸です。全裸が、服着てないという着てないです。水着も何も着てないところがあって、あ、マジある、まだあるんですか。結構あるらしい。そうなの、もうないと思ってた。なんか群馬県だったりとか外京の周りにも ある、まあ、私なんだろう、秋田県以外は行ったことないんですけど、結構、まあ、こういうマニアックのところがあります。はぁー。意外とね、そういうことは言うのはちょっと恥ずかしいなんですけど、意外とハマり、
ないじゃん、私。あ、私はちょっともういいかな。うーん、どう、あ、そうなの。いや、なんかすごい不思議な気持ちなるか、なんか私は、うん、なんか解放感っていうか、なんか例えばすごいめっちゃマッチョイケメンとかプラス美少女ミックスで目の前に見えたらいいなって思うんだけど、それじゃないとなっちゃうかなって思っちゃう。それは日によそうおりますね。あ、でもまあ家族の方が多いですよね。多分そうですよね。だって家族だと、まあ、自分の子供とかおばあちゃんとかじいちゃん離れなくちゃいけないからちょっとね話し合わなきゃ。そうですよね、はい、あとカップルとかなんか一人でこういうところに来る人は、うん、あの、なかなかいないと思う。勇気ありましたね。いや、そういうつもりもなかったんですよ。私も全然知りませんでしたもん。そうなんだよ。なんか、どっちそう言われて。そうですね。みんなそう言われますよ。そう言われますよ。この前、仙台、2年前、仙台と福岡のPRするために行ってたんですけど、結構良かったです。逆に、それおかげじゃないと、絶対私はそこまで行ってないと思う。車運転もできないし、一人でなっちゃうから、なかなかそこまで。そう。それのおかげで、やっぱり本当の日本のところを見えるんですよ。福岡で何が一番良かったですか？まあ、例えばの仕事以外っていうことで、PR以外は何が印象的でした？いや、福岡の、やっぱり食べ物が好き。なぜというと、濃いです。濃い、福岡のラーメンが濃い、福岡の何でも濃い味がするからすっごい好きなんですよ。あ、やっぱり豚骨ラーメン派ですか？そうです。私も一緒です。そうですよね。あと福岡の方が人が話しかけやすかったんですよね。なんだろう、福岡はね、福岡とか大阪もそうなんですけど、結構イタリアに似てるところがいっぱいあるんですよ。あー、まあ、イタリア行ったことないんですけど、なんとなくわかります。なんかもうちょっとみんながこう、ウェルカムっていうか、もうちょっとウェーイ、そうそう、フレンドリーな感じですよね。そう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 、うん、今日話を聞いてくれてありがとうございます。話してくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ、ラナさんのチャンネルの方にフォローしてください。いいねボタンして登録よろしく。で、ゆりこーって言ってほしい。そうですね。あと、皆さんもしよろしければ、ゆりこさんも私のチャンネルに出てくるので、まあ、私のチャンネルのところにもぜひ、チェックしてください。いろんな動画を出してます。よろしくお願いします。お願いします。チャオチャオ。あれ、シャゴって何？赤、赤。